あのおっさんな、ほんまタイミング悪いね。まあそういう人いるよね、タイミングが。うん、じゃもう必ずタイミング悪いね。そんなんない、5分もせんうちに俺かけ直してねんで、藤井さんに。ほな出やれへんねん。俺またこれ多分な、走り出すやろ。ほんでまたかかってくんねん。ほんでまた切れるやろ。俺出られへんやろ。もうこれの繰り返しやで、ほんま。まあ多分何もなかったらええけど、会社に忘れ物しよったんかな、あれ。ああ、そっかそっか。藤井のおっさんに LINE で頼むわって言うといたらええねんな。ないろいろ脱いだり飲んだりしてたかんね。そうやろ、俺も脱ぎ替えしちゃったけどな。うん、あのなおっさんな、ほぼ漫画悪いね、漫画。でまた俺のな、何でか知らんけどこれ何だっけ、あのグローブがさ、タッチパネルに反応せえへんから、だから途中でさ、出られないよね。うん。ああ。いや、別に俺あれやんで、このラインに入らんでももうバイバイしてるからええねんけど。はい。なんか自分らがホッとするのも尺に触るやん。はい。右行きます。はい。うん。だからさ、邪魔したろ。あ、シャツ入れんの忘れた。シャツ入れたろ、戻ったの。はい、これこんだけあった日が照ってんのに風は寒いってな。うん、どうこんタイミング悪いならしょうがないよ。いやいや、俺もうそんなイラッとすんねん俺。特にな、藤井さんには俺当たり強いねん。本当仲悪いんだかいいんだか分からん。分からへんやろ。うん、とりあえずバイクは飽きてるってことだよ。せえ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 、お互い言い合いしてるからな。うん、混んでる？道は混んでないよ。混んでないやろ。今日は大丈夫っすよ。ねえ、とりあえず名古屋とかあの辺越えちゃえばもう渋滞するポイント。あ、そっかそっか。四日市とかそこら辺だと混むかもしれんね。そう。うん。こっちも全然混んでないわ。だからあと2周戦。うん。被った。なんで？なんで？スーパーマン2週間後に来るんじゃないの？いや、わからねえ。スーパーマンは多分な、それは絶対言わへんはずやねん。リトルパインにいるけど。もうだから、次行ったら、俺が行ったら、もう10回ぐらい来てますよって言われると思うわ。うん。もうリトルパインに取り憑かれてると思う。いやー、なんだよ、組長と一緒に来てましたよって言われて。組長は大丈夫やったよ。もうそんなん、口が俺と一緒で軽いからすぐ全員言うって。うん、この前にあれ、多分行く前に大阪行きますって言ったよ。いやいや、もう組長は絶対自分、なんていうの、内緒にできん人やから大丈夫や。いい意味でも悪い意味でも。そう、それを見込んで組長は、自分を連れて行ってないはずや。シズパパは、ちゃう、シズパパは。うん。ほんで、天理ラーメンは美味しかったんかいな。天理ラーメンは美味しかったの？美味しかったわ。予想以上に辛かった。辛かったやろ。うん、辛かった。最後無茶だけどね。いやもう。最後死ぬと思う。あんだけ辛かったらうまいとかまず分かれへんもんな。うん、でも一人のやつがうまいって言い出したら、多分うまいっていう、あれと一緒や、爽やかの原骨と一緒や。うん、みんなそう普通ですって言われへんねん多分な。
あ、そうや、今度来た時あれやな、あのハンバーグ屋さん行ってもええな、俺の行きつけの。あ、今回は何でやったっけ、今回何食ったっけ。あ、リトルパインがきつすぎたんやな、ちょっと。あ、それでもあかんわ、今度来た時はあれやんか、あの大食いもせなあかんしな、まあ、やっぱ今度はもう2日約2泊3日で来てよ。2泊3日、うん、まあ、それか、うん、それか、それか、うん、大阪一泊の浜松一泊って考えてた。それはあんま 俺的にはあんま変わらんぞ。うん、変わんない。そやろ、全く変わらない。それやったら俺損やんか言うたら、俺だけ帰り、俺もし行かなあかんなったら帰り道大変やん、俺だけ。俺らも同じ距離走れるから。なんで距離は走れてもあれやんか、一泊二日しながら帰んのやろ。俺帰り道一番長いやん。だから俺寂しがりやねんって。いや、組長が抱いてくれるんやったらええで。考えとく。うん、考えといてや、もう。あかんねん、さっきしずパパ抱いたらあかんねん。うん、しずパパ抱くときにはあのバラくわえるらしいから気ぃつけや。うん、あら、うん、いや俺今さ、さっきのさ切ないゾーンに入ってるからめっちゃ切ないやん俺。あのみんなハゲ散らかしとんね、木が。木が、うん、あそこや、あのカーブの多いハゲ散らかしたとこ今走ってんねん。超切ないわほんまに。みんなでもあれやね、こんなペースで喋ってたら眠なってしゃあないやろ。俺無言が怖いもんな。首長さ、もっと喋らんとさ動画慣れへんぞ。高速入り口です。今動画止めてんの。あ、動画止めてんの今。止めてる止めてる。みんなあれやんな、音楽聴きながら走るとかないねんな。この先左からの合流があります。しゃべりもせえへんし音楽も聴かへんしな、あんまりインカムっていらんのんちゃう自分な。うん、俺はインカムの元取ってるで。電源インター直進方向高速入り口です。もうかなんなこいつ。今さもうウインカーも出さんと差してきよんのよ右から。もうムカついたからブレーキ踏んで後ろ下がったったわ。およそ 500m。 いや怖いやん、あこういう人って。直進方向高速入り口です。こういうなんかあのバイクに対してのこのなんていうかな対抗意識かなんか知らんけどさ、その先およそ3キロで料金所です。いやいやわ、それも PM ごときにさ、ブのこの本部長の秘密基地みんな見てくれるかな。多分あまりにも長すぎて多分みんな見てくれへんと思う。なんかなあ、編集オブやれ言われたらできるんやけど、だって前やってたんだよ。やってたからな、でもなんかいいかなみたいな、楽していいかなみたいな。お
およそ1キロ先、料金所です。チャンネルの人の考えだ。そうやな、まあ別に再生回数もそんな別にこだわってるわけじゃないねんけどな。でもチャンネル読者数が1000いけへんかったら、あのライブができんのよね、スマホで。まもなく料金所です。その先およそ2キロで直進です。うん、この先左からの合流があります。あ、入った。いやこのままあれやね、このペースで無口で走り続けるのもすごいよね。あ、もうだからさ、組長さ、うん、あのもう自分どうせあれやんか、スケジュール立てられへんねんからさ、あのもう今のうちスケジュール考えとこ、次行ったらどこ行きたいとかさ。なんて？あの寸前になって、うん、あれ？うん、あれって言うよ。だからもうでもいいよ別にそれでも、一応でも目的あった方がなんか立てやすいやんスケジュール。まもなく直進です。次はさ、5キロ以上道なりです。ハンバーグ食べに行こう。爽やか、爽やかまで行く、行けへん絶対に。爽やか俺もう2回食うてるから。うん、1回食ってるからいいじゃん。1回ちゃうやろ、もっと食ってるやろ。爽やか俺、すぐさまって1回しか行ったことない。あ、そうなん。うん、いや、ほぼほぼ別にねってすぐさまと言って1回で、まあ、まあまあまあ、ああまあ御殿場があそこまで混む理由がわからない。いやいや、今あれや、俺もちょっと迂闊やったけど、静岡の人に爽やかハンバーグの文句言うたら多分殴られるで。多分静岡の人のあのなんちゅうの、町の税金の半分は爽やかやで多分あれ。あれだって爽やか売り上げすごいやろあれ。うん、店舗はなんか半端だけすごいよね。おいや、もう静岡県のあの牛肉のあのなんちゅうかな、はなんていうの、履いてる量ってすごいと思うで。そうだね。うん、あんだけ爽やかな酒ってチャンネルでも何でもみんな言ってるが、じゃあ静岡が連れてってくれるって相当待つんだろうなと思ったね。うん、20分待ってないからね。うん、いやだって爽やかあれもうすごいもんな、あの人の数が。現場は異常だよ。あそこ異常やな。東京からやっぱ近い人がいるから。ああ、えらいバイク早いなあれ。あ、藤井三角でけへんな。とりあえず今度の方は2泊3日。うん、2泊3日やで、お盆。2泊3日、だいたいほんまお盆の日ってさ、ああ、ご先祖に手合わせる日ちゃうの。そうっすね。なあ、今道が悪くてね、びっくりした。あ、マジで高速道路やのに。高速道路使ってんのやろ今。一般道だよ。あ、そうなん。もう名古屋ぐらい着いた。もう名古屋ぐらい着いた。着くだけないよね。あ、そうなん。今どこらへんの。今、看板に25って書いてある。25っていう地域があんのか。福
25って感じ。あ、国道25ね、それはまあ長いからどこでもあると思うんやけど。